どうもーベルでーす。今回は、ブームステイの秘密の武器庫イベントをやっていこうかなと思います。まあ、今週も、えー、今週とて秘密の武器庫イベント、えー、来てまして、えー、今回ピックアップされてるのは、ボトムズと、あとはヘッドギア。えー、この二つですね。で、今、 あの、騎兵のヘッドギアがちょっと一番欲しくて、これを最終的に、あの、上位二つにしていきたいので、今回は、えっと、一種リストを騎兵にしてやっていこうかなと思います。では、250回回していって、その後に、え、装強化、やっていこうかなと思います。え、頼むよ、マジで。せめて、せめてというか、上位一つ出れば OK。来い。 うーんまあまあ、かけらでもね、美味しいから。ちょっといろんなね、回し方で。で、結局まあ、こんなんで、ね、<laughs> あの、うん、あの、確率であることには変わりないんで、別に回し方を変えたところで、あの、確率が良くなるとかはね、ないと思うんですけど、まあ、楽しみ方をしてね。来いひど。<laughs> 来いいやいい、いい、悪くない。うん もうさ、前だったらこれなかったじゃん。前だったらさ、リーダーのやつじゃなかったじゃん。うーん、来いあ悪くない !10 枚。あのー、なんだろう。う上位の並走自体が出なくても、こんな感じで、うん、かけらが出てくれればもう美味しいですね。ただ、あの、スプリーブの箱がないと、ちょっと楽しみがないんで。うーん。 いや、なんか全然サプライズあってもいいんだけどね。頼むよ。だいぶいまいち。来いうーん、あ、熱い熱い熱い。じゃあ、これは先に普通の箱を全部開けて、紫も、あ、悪くない悪くない。いいね。OK、うん。ここで来いひどくない全部いらんないけど。来い うーん、一つかー。いや、正直、リーダーのやついらないんだよなぁ。来いチャンス。あ、でもこれ、これのね、5前は普通にちょっと嬉しいかも、今回。頼むよ、頼むよ。どうしよう。右上行きます。来い来た来た上位、来い上位、来い上位じゃない、ただよね、上位だよね。やったよし、勝ちはい、もう満足でーす。<laughs> やったー。 あーなんだろう1回の秘密の武器庫で1つ上位が取れれば美味しいですねおこれもいい感じ計7個まぁ、あ、ちょっとでも歩兵のボトムはね全然育てられてなくてあの貝のボトムの方がまあ、そこそこ育ってるんでちょっと待ってこれ1回さ更新しようもう1回更新しようまぁ、あ、いっか開けちゃうかああいい2個美いしい美いしい 濃いうん。濃いまあまあ、製造チップ2個。まあもちろんね、美味しくはないんだけど。うん、ちょっとなんか、引き悪いな。よし、一回乱数変えよう。ちょ、これなんかいいの引いたら、あの、あれできます。で、これ全然サプライズあっていいんだよ。 あ、いいね、いいね。待って待って、これ、これ熱い。結構熱い。ちょっと待って、後で。上がるんじゃないかまあ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 。ちょっと他はあれだったんですけど。だよね、直期さ、星1個上げられるね。星2星じゃないわ。あの、一つランク上げれるね。素晴らしい。よし。思わぬ収穫だな、普通にそれは。よし、あと2回。来いんいや、回だったよね、今。 右下にあったの、レーシング。うーん。来いあ、てか最後全、全開じゃなくてよかったですね。あ、まあいいのか。じゃ最後、あのー、スプリウムだけ開けましょうか。来いはい、ということで <laughs>。<laughs> まあでも、ボトムの上位が一つ来てくれたんで、そこはすごく良かったですね。で、とりあえず、ちょっと、 きれいにするために一回クラフトしてランダムボックス開けましょううんー待ってよこれいや実に悩ましいいやこれあとさ一つで射撃のやつ上がるんだよねうーんちょっと待ってよこれ20個でしょ これでぴったりになるんだけどでそれをしたことでなんで射撃を開いてるんだあーでも別にっとでっても欲しいここにはならないんだよねちょっとステータスは上がるけど。 うーん、どうしよっかなボトム上げるかいや、欲しいのは、中長期的に見て、欲しいのは絶対これヘルベットなんだよね。別にもう、騎兵の、あ、じゃあ、えっと、射撃のボトム二つ目育てる気はないので。まあでもそうだな一回って、一回これ合成しよう。 うーんー、でもなんか、数的にボトムが最終的に余りそうだから。よし。ヘッドギアにしよう。予定通り。そうすれば、なんだろう。次回とかでね、結構強くなるだろうし。でもこれで、少し火めあの、だいぶ上がるね。火め現象。よし。これ星王になったの、結構な成果なんじゃないでしょうか。で、そして、 これも星3になりますね直期もあんじゃあ星4の66%になりますねよしこれでまああと1個ねきついんだけど何で集まるだろうなんーうん大スキのはしんどいし4週間後のイベントかなー いやあ、ね、星5にすればね、レアスキル合ャできるから、楽しいんだけど、ちょっとさすがにきついなで、あと、他になんか、上げれるもんあるかな射撃も、ボトムは星5になってて、ヘッドギアも、別に、ないから、もう上げれるもんないかな。 多分そうだよねこれでヘッドギアはよしと。よしまあなんかあのー、大幅強化ってわけではないと思うんですけどでもね着実に、えー、強くなれてると思うのでまだこれあれか並走ちょっとつけてなかったりするのであれなんですけどまあこれ全部最終的には400万はあの行、ー、かなきゃいけないので。 で一応今週末に来るラッキーロッタリーでタレットがまた一つ、えー、星5になって、えー、っとカモネットがまた星3になるのであそこでもまた、えー、強化できるのかなと思いますというところで、えー、今回の秘密の武器庫の動画は、えー、この辺りで、えー、締めたいなと思いますで今晩も、まあ、おそらく戦いが続けば、えー、ライブ配信の方 えー、しようと思ってますので、えー、ぜひ、お時間の方いらっしゃいましたら、お越しいただけると嬉しいなと思います。えー、では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。